皆さん、お茶が入りましたよ。はい、どうぞ。ふう、ホムラ、全然わかってないもん。トラ君は、お茶じゃない方が良かったですか？まあ、そうじゃないもん。ホムラの一挙手一投足が一流のメイドには程遠いと思っただけもメイド？トーラ、ホムラは親切心でお茶を入れてくれたんだぞ。それは分かってるもん。けど、そんな些細なことにも理想を追い求めてしまうものなんだもん。メイドの立ち居振る舞いには萌えが必要不可欠。ホムラには萌えが足りないもん。そんな…で、萌えって何ですか？萌えとは、男の理想の形も。萌えを極めれば、すべての男の心をわしづかみにできるも。本当に、すべての？当然も。ほむら、虎の話なんてまともに聞くことないぞ。でも…ホムラはメイドの神髄に興味があるも。レックスが喜んでくれればいいです。どんな男も萌えにロマンを求めているも。それは兄貴も例外じゃないも。だからホムラ、ここで神髄を学ぶべきも。なるほど、うん、わかりました。トラ君、よろしくお願いします。おい、ホムラ。では、これから萌えの神髄を体得してもらうも。最強メイド、カムヒア。お帰りなさいませ、お兄ちゃん。キュンキュン。花ちゃん。おい、トラ、花が壊れたぞ。心配いらないよ。花は現在、対レックス萌え萌えモードで起動中だよ。お兄ちゃん、サルベージ頑張ってね。キュンキュン。お兄ちゃん、これが萌え。さあホムラ、花のセリフを真似するも。その萌えでは兄貴の心を握りつぶせないも。もう一回言うも。お兄ちゃん、ホムラ、お兄ちゃんに萌えキュンだよ。まだ甘いも。うん、こりゃダメだ、付き合ってらんない。